皆さんこんばんは。小野寺正のどうしても言わせろということですね。私の怒りがマックスになった時とか、これはどうしても皆さんに一刻も早く伝えなきゃいけないという問題が発生した時に、まあ不定期にですね、これは収録する番組なんですけれども、今日のお題はですね、誰も差別をしていないのにアイヌ差別はあると騒ぐことができるからくり、これがあるんだということで、これ何のことだと。アイヌを差別もしていないのに誰も、ただアイヌの人たちは差別されたと騒げるというからくりがあるということなんですけど、実はですね、マイクロアグレッションという考え方があって、これはアメリカでですね、まあ一時ですねブームになったこの考え方なんですけれども、これどういう考え方なのか、こういう考え方なんですけれども、これは1970年代にアメリカの精神医学者であるチェスター・ピアスによって提唱された、意図的か否かに関わらず政治的、文化的に阻害された集団に対する何気ない日常の中で行われる言動に現れる偏見や差別に基づくということでですね、これどういうことかというと、我々が差別をしているというふうに考えていないで、良かれと思ってした発言に対しても受け手側がこれは差別だというふうに考えただけで差別をしたということになるという考え方で、これですね、今日本では北朝鮮による拉致被害者、この方たちがまだですね、北朝鮮の方にですね拉致されたままだというような問題があって、多くの方たちがこの問題を解決したいということで、拉致被害者奪還のですね、運動をしていて、北朝鮮による拉致問題がということで、まあ街頭で演説をしていたりですね、署名活動をしておりますが、これですね、北朝鮮の出身者の方が日本にいて、こんなひどいことを私は言われてしまったということで、我々のやってるですね、拉致被害者の、まあその奪還の活動に対しても、ヘイトスピーチが成り立ってしまうという、そのですね、根拠はこのマイクロアグレッションにあるんだということで、これですね、アメリカでは本当に廃れてしまったんですけれども、なぜか日本のですね、人権がーと騒ぐような人たちはこの論理を持ち出しているということなんですけれども、これアイヌに関わる方たちもですね、こんな時代遅れの考え方をツイートしているということで、このツイートをご覧ください。このアイヌ民族否定論に抗するというですね、このアカウントは僕のことを相当、まあ、追及とか攻撃したりですね、この本に書かれてあることは事実じゃないと、まあ、著者に言ったところ、著者がフィャーッと逃げてしまったというですね、とんでもアイヌ本なんですけれども、このですね、ボットがですね言っています。マイクロアグレッションはレイシャルハラスメントの一形態ですが、レイハラが法廷を通じて発達した概念であるのに対し、マイクロアグレッションは主に日常的なコミュニケーションの中で生じる、通常は軽度だが深刻になりうる差別的事象であると。日常的に、まあ、その差別をしてるというような話なんだと。で、マイクロアグレッションというですね、ほとんど死滅をしているような概念を、このアイヌの、まあ、アカウントが持ち出しているということでもですね、この方たちは本当に差別のないところに差別を作ろうとしているのがわかると思うんですけれども、これですね、実は自治体もこれに対して前のめりになって、とんでもないことになってます。これですね、もしこの問題がどん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 ですね、大きくなっていくと、差別もしていない人が、さも、まあ、悪者になってしまってですね、本当に素晴らしい人物のはずなのに、あの人は差別主義者だとなってしまうというような危険をはらんでいるということで、これぜひ皆さんに分かっていただきたいと思うんですけれども、まあこれですね、分かりやすい事例がありました。これ鳥取県のですね、まあその人権の関係の、まあ、パンフレットなんですけれども、ちょっとこれご覧いただきたいと思いますけれども、これですね、まあ1ページ目で、普通の人の自覚なき差別ということで、もそもそもタイトルでちょっとこれ怪しいなと、危ないなというような感じなんですけれども、これどういうですね、受け答えが差別になるのか、非常にわかりやすく書いてます。これ皆さんにもちょっと考えていただきたいと思うんですけれども、まずですね、こういう事例があります。これあの時もこの時もということで、まあ差別をされたという人たちがですね、昔を思い出しているというふうに思うんですけれども、例えばですね、一番左側の一番下ですね、学生時代、被差別部落出身であることを
思い切って友人に打ち上げた時という、まあ、ケーススタディがあるんですけども、その時ですね、その友人は何て答えたか、どこに生まれたとか、関係ないよ、気にしないよ、みんな同じ人間だよ、というふうに答えています。これですね、私からしたら、この女性素晴らしいなと。まあ、全然差別するっていうこともないし、その出身がどこでも関係ないんだよと、みんな同じ人間じゃないですかと。これですね、私は模範解答だというふうに思うんですけれども、これに対するですね、このマイクロアグレッションの考えはどうなるかですけれども、こうなります。簡単に関係ないって言うんだなと。私はこれまですごくこの問題について悩んできたのに、私にとってとても大きな問題を非常に軽く扱われたと。なのでこの人は差別をしたんだと、私に対してとんでもない発言をしたと、それで私は傷ついたみたいなですね、こんな答えにいちいちですね、私にとっての大きな問題をこんなに簡単に考えるんだみたいなですね、こういう思考回路でですね、どんどん差別がないというところに差別があった。私は差別をされた。だからどうにかしろ。金をよこせみたいなですね。こういう思考回路になってる方たちがいてですね。これ自治体ですよ。自治体がこんなマイクロアグレッションという考え方を今導入してきている。アイヌの方たちも導入してきているというのはですね。我々は本当に注意をしなければならない問題なんだということで、ぜひ皆さんに分かっていただきたいと思います。さらにこのパンフレットなんですけれども、でもしですね、先ほどのまあ話のように、まあ何も気にしないよということに対して、私にとって大問題なの、なんでそんなに軽く扱うんですかって、もし言った時にはどうなるのかって書いてあるんですけれども、何でもかんでも差別として、まあ騒ぎすぎなんじゃないのって言われるかもしれないだとか、誰が僕が差別をしたいって言いたいんですかみたいな風に言い返されるということがあるので、まあどうなんだろうなというようなことを言ってますが、言い返すに決まってるじゃないですか。あなたのことを思って全然差別なんかしてないよと言ったことに対して、私にとっての大問題をそんなに軽く論じるのかなんて言ったらですね、お前何言ってるんだって言われるの当然なのに、そう言われるかもしれないみたいなですね、そういうまあケーススタディになっていたり、逆に相手が、あ、自分が悪いこと言っちゃったのかなみたいなですね、状況にも落ちかねないみたいな話になってるんですけども、そもそもこの問題というのがアメリカでも大問題になりました。差別をしてもいないのに差別をしたということを騒ぐのは明らかにやりすぎなのではないかと、この人たちのヒステリーだというふうに捉えられてもしょうがないというような話になっていることで、もしそういうような受け答えをした時にはですね、それぐらいのハレーションが起きてしまうようなことをさもですね、差別だとパンフレットに書くことで、こんなですね、面白おかしいパンフレットになっているんだと。これですね、1ページから4ページまでありますので、後から皆さんにしっかり読んでいただくように画像を出しますけれども、まあ自治体がこのようなことになっているということはですね、本当に恐ろしいと思います。今アイヌの方たちは、我々は差別をされていると、だから我々の精神的な、まあいろいろな苦痛に伴うものに対してしっかりと保障すべきだとか、我々をもっともっと PR してほしいと、世界各国にこれだけ差別をされた民族がいるんだということを PR してほしいというような話になるというですね、その原動力にはこういうとんでもないわけのわからない思考回路を持っている人たちが暗躍をしていて、しかもそれがまあその下火になるどころか、今の時代においてどんどん大きくなりかけていると。これまだですね、本当に大きい日にはなってないんですけれども、いろいろこのキーワードでネットで調べると、まあいろいろ検索で引っかかってくるということは、あちら系の人たちはこの問題、これでですね、どんどん火をつけようとしているのは間違いないということでございますので、このキーワードマイクロアグレッション、これですね、皆さんしっかり頭に入れて、差別をしてないのに差別をされたと騒がれるという問題にもなりかねませんし、拉致問題のこの解決にも大きな障害になるということで、ぜひこの問題頭に入れていただきたいということで、今日の番組にさせていただきました。